これより第1回パーフェクトオンライントーナメント決勝戦を行います。決勝に進出した選手をご紹介いたします。 A グループ1位通過、山田裕貴選手。対しますは B グループ1位通過、西哲平選手。それでは2スローの後決勝戦を行います。501、 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 501、
Thank you.
今の率直なお気持ちをお聞かせください。いやー、負けたと思った本当に。でも最後までどちらが勝つかわからない素晴らしいダーツでしたね。いやー、負けたと思ったんじゃないですかいやー、粘りましたね。よかったです。そしてですね、パーフェクトとして初めてオンラインで予選ラウンドを行い、はい、相手がいないといういつもとは違う状況でしたが、はい、どう気持ちを持ってたり集中をされて予選は挑まれましたか？いや、やっぱ経験じゃないんですかね。まあ、僕がスタッツ一番良かったし、いやもうね、上位ランカーもなんか負けてるし、ないのかなと思いながら。経験値の違いということで。はい。僕がいないと、もつ鍋のもつないです、ね、ありがとうございますそして久々のパーフェクトの試合となりまして、期間が空きましたけれども、もう試合感が変わったとかそういうのは全く感じない素晴らしいダーツを見せていただきましたけれども、その期間練習だったり調整をどのようにされてましたか？もうめちゃめちゃ試合してますそうですね、なんだろうな、 YouTube PDC 言いたくないけど YouTube 暗転出しても優勝できますということで、まあ、投げる機会はたくさんあったということで。そうですね、もう忙しくやってますダーツを。素晴らしいダーツで本当に見てて楽しく、そしてですね、中継コロナ禍で大変で観客を入れることもできなくてですね、中継での楽しんでもらう形となりましたけれども、たくさん本当に見てくださる方がいらっしゃいますので、一言皆様に向けて前向きなメッセージをいただけたらなと思うのですが、はい、よろしいでしょうか。あちらにカメラがございますので、はい、皆さん、観客がいなくてもいいダーツ出ます。でもね、観客が入るともっといいダーツ出ます。皆さん、来年楽しみにしててください。ありがとうございました。ありがとうございます。改めまして、第1回パーフェクトオンライントーナメント優勝、山田裕貴選手でした。おめでとうございます。